やはりここでしたか。オルネーゼか。はて、おかしいのう。一人残らず始末したつもりだったのだが。ふっ、私を誰だと思ってるのよ。このマリベル様がそう簡単にやられるもんですか。じいさんたち、俺たちを舐めてると痛い目に遭うぜ。ならば今度こそ念入りに息の根を止めてやらねばな。メイシ様、あなたは国々の争いを阻止して世界の平和を守る立場にあるはず。なのにどうしてこんなことを。無論我らは世界の平和を守るつもりじゃ。ならばなぜ我が国に、世界の国々に魔物をけしかけるような真似をしたのだ。至極簡単なことよ。根絶やしにするためじゃ。争いを繰り返さずにはおれない人間という愚かな生き物をな。どうして私たち人間はずっと昔から予言の戒めに従って平和を守ってきたじゃないですか。誰も争うことを望んでなんて。見るがよい。あれが呪われた聖杯。なんてまがまがしいの。この聖杯は人間たちが互いを疑い憎しみ争うたびに生じる負の力に侵され闇に染まってしまった。今や聖杯は暗き力をみなぎらせておる。このありさまこそ人間が愚かであるという証、予言だ、戒めだといかに取り繕おうとも結局争いから逃れられぬ堕落した生き物だという証拠じゃ。ゆえに我らは双子の王として人間を排除し争いのない真の世界を創造しようと決したのだ。そんな勝手が許されてたまるか。双子の王様だからって何をしてもいいって言うの。そんなの間違ってるわ。これは古より予言されていたこと。多くの血が流れた後、双子の王が新たに君臨する。人間どもをことごとく始末し真に平和に満ちた世界を築き上げる。それが我ら双子の王に課せられた使命なのじゃ。見て、あいつ聖杯の力を使うつもりだわ。今度こそ確実に俺たちを始末しようって腹らしいな。たとえ予言で決められていたことでも私たち従うわけにはいかないわ。あんたたちを倒して今の世界を守る。予言なんか覆してやるさ。ならば抗ってみるがよい。息の根が止まるまでな。みんな私に続いて。おとなしくしておれば楽に死ねたものを。やはり人間とは愚かな生き物であるな。愚かな生き物どもには。正しき裁きを。
これも王の務めよ。何が王の務めだ。思い知らせてやる。あんたたちこそが愚かな生き物だってね。あっちこっちから呪文が飛んできやがる。片方が攻撃してくるときはもう片方も攻撃を仕掛けてくる。気をつけろ。間違い探しをしている気分になってきましたよ。これで終わりだ。任せて。行くぞ。ねえ、聖杯を使ってゼビオン王が何かしようとしてるわ。俺は闇の呪いだ。食らうと呪われちまう。避けるんだ。行くぞ。逃げましょう。
ないかも。任せろ。エホイム。ちょっとやばいかも。行くぞ。行きます。畜生。兄弟を手にかけると、なんということ。兄弟じゃと？そんなものとっくに死んでおる。千年前にな。千年前だと？一体何のことだ？お前は運のいいものどもよ。
本来ならば貴様らのような卑しき人間は我が姿を目にすることすら叶わぬのだからな。我が名はザラーム。今よりこの世界に君臨する新たな王よ。ザラーム？それって千年前に大戦争を起こしたっていう。あの、どうなってるんだ。あんたは名主様の双子の兄さんじゃ。ふん、今は気分がいい。貴様らにも特別に教えてやるとしよう。この老いぼれそっくりに変身していたのだ。双子の王の予言を利用するためにな。何だと？双子の兄を名乗って近づくことも、聖杯を闇に染め人間を滅ぼせとそそのかすことも至極たやすいことだったぞ。名主様を利用したってことか？その通り。と言ってもそやつは元から異常なほどに支配欲の強い、まさに卑しき生き物だったがな。それなりに使える駒だったが、もはや用済みよ。我が思惑通り、世界は混乱を極め、聖杯に闇の力が満ちようとしている。千年前と同じように、今度こそ聖杯の力を完全に目覚めさせ、我は神をも超える存在となるのだ。そんなことさせないよ。おお、その腕の刻印、我が血を継ぐ者の証ではないか。偉大な祖に立てつくとは血迷ったか。何が偉大なもんか。あんたという汚点を倒して一族のみんなを救う、私はそのために強くなったんだからね。さあ、くたばりな。千年の歳月は我が気高き一族さえも取るに足らん人間に変えてしまったか。嘆かわしいことだ。オルネーゼ、許せん。ジャイオアールの王子よ、その間抜けな顔、父親によく似ているな。何？いいことを教えてやろう。ダラルの王に破滅の剣を与えたのも、クレティアの女王によからぬことを吹き込んだのも、そしてお前の父親を殺したのも、全て我がやったことよ。ゼザール！愚かな人間風情が我に立てつくなど、軍不相応にも程がある。ましてや聖杯の力を得た今、神ですら我が足元にも及ばぬわ。マラとのおしゃべりにも飽きた。卑しき生き物らしく無様に死ぬがいい。ああ、そんなかわいそうなことって。他に方法がないんだ。これが世間に知られればきっと大きくなる前に殺されてしまう。こうしている今だって奴らが嗅ぎつけてくるかもしれないんだ。辛いだろうが、すぐにでも引き離そう。
それがあの子たちのためなのね。大丈夫、来たるべき時が来れば必ず。ここはみんなどこだ。オルネーゼ、よかった無事だったんだな。おい、どうしたんだよ。一体どうなってんだ。一体どうしたって言うんだよ。なあオルネーゼ、お前さえ、お前たちさえいなければこの世界は平和だったんだ。なんだって、意味が分かんないよ。本当にどうしちゃったんだよ。あなたが全ての元凶だったとはね。あなた方さえいなくなれば。トルネコのおっさん、元凶って一体何のことだよ。結局全部あんたのせいじゃない、ラボ。こいつに死んでもらわなきゃ。ああ、やっちまおう。それがこの世界のためだ。マリベル、ガボ、一体俺が何したって言うんだよ。お前なんかに生きている価値はない。消してやる、今すぐにな。そう、お前らは存在すべきじゃねえ。この世界のためにぶっ潰してやるぜ。俺が存在すべきじゃないってどういうことなんだ、教えてくれよ。貴様のような奴がなぜ生きている。さあ潔く死んでしまえ。君が世界に戦争を起こしたんだね。死んで償ってよ。ホミロン、お前まで。なあ、どうしたんだよ。あなたの運命が見えます。間もなく死ぬと。そうね、すぐに死んでよ。それともこの手で。ミネア、マーニャ、わかんないよ。なんで俺が死ななきゃならないんだ。戦争がしたいなら死んじゃえば。地獄で好きなだけやったらいいわ。教えてやるよ。この世界にお前たちはいらないんだ。いらない？世界が平和になるために俺が邪魔だっていうのか。嫌い嫌い嫌い、私あなたなんて大嫌い。世界に戦乱を呼ぶ者たちを連れて行ってあげましょう、あの世へ。俺が戦乱を呼ぶ、そんなバカな。貴様が、貴様らが生きているせいで父は死んだ。許さん、許さんぞ。セザール、まさかお前まで。おい、正気に戻ってくれよ。
何なんだよ、どうしちゃったんだよみんな。なんで、どうしてだ。俺はみんなと戦うことなんか望んじゃいない。世界に戦争を起こすつもりなんてこれっぽっちも。辛いだろうが、すぐにでも引き離そう。それがあの子たちのためなのね。大丈夫、来たるべき時が来れば必ず思い出すはずだ。そうか、俺たちはいとこなんかじゃない、双子だ。ナジムの血を継ぐ者たちよ、時は満ちました。さあ今こそ目覚めるのです。心配していたんですよ。みんな、よかった、よかったよ。ごめんね、ホミロ、心配かけちゃって。そうだ、俺たち一体どうなったんだ。ザラームの落とした雷に撃たれて、それから、それが私たちにもよくわからないのです。ここで目覚めると伝承の塔が崩れ落ちていて、俺たちが気を失っている間に誰かがみんなを運んでくれたみたいなんだが、何があったかさっぱり覚えてねえんだ。でも覚えてることもあるぞ。なあみんな、実はな、気を失っていた間、皆同じ夢を見ていたようなのだ。夢？双子の夢だよ。あんたたち二人がナジムの血を引く双子だっていう。なんだこの風？今度は何が始まるっていうの？雷とか嵐とかもうたくさんよ！Thank you.
きたな。ありがとな。また来てくれよな。何か用かの？ではな。ご協力お願いします。お気をつけて。ルーラ、いらっしゃい。また寄ってね。ルーラ。
ないかもな。
行け。イガデイ、ちょっとヤバいかもな。やばいかもな。絶好調だな。ご協力お願いします。気をつけて。あら、いらっしゃい。さあ、必ず勝つ。俺が出るから。さあ、また寄ってね。
ありがとうございます。
お疲れ様です。ご分を。鍛えておるか。よし、これを授けよう。うん、行くがよい。あら、いら、また寄ってね。ごきげんよう。またいらしてね。ご協力お願いします。お気をつけて。